こんばんは。今日も可愛い。本当。超すっぴん。今日めっちゃ疲れた。もう。いっぱい踊ったから絶対明日筋肉痛。筋肉痛確定確定。なんか今日涼しいらしいよね。冬かわいい。ゆうたありがとう。雨で寒いとかわいい。博多弁それ。雨で寒いと そうだよね。台風さ来とるけんさ、江田島とさ内来るなんか危ないよね。多分ちょうどあそこの2日間らへんが台風が来るけん、しかも内来るとか船の上じゃけさ、台風来たらさ危ないじゃん。どうなるんかな。ギフトありがとう。もうすぐ11月やばい。あれ10月って何日まである？ 31 まであるっけ。ん、今日が29、29、30、ん？29火曜日でしょ？30が水曜日、31が木曜日、あーそっか。で、1が金で、あ、兄さん。そっか。ぎっくり腰？ぎっくり腰ってどんなんなん？今日も YouTube でドキュメンタリーフィルム聞いた？続ける、そこにある光のまま。31まで。もうクリスマス来るじゃん。気づけばもうクリスマスだよ。ギフトありがとう。生誕さんの受付ね、まだチケットまだだね。話し会申し込んだ。 Thank you. You're welcome. テミは一切 You inside You
ぎっくり腰。あ、ぎっくり腰。マジ？いける。チュルチュチュチュル。チュルチュチュチュル。ヒータンじゃないよ。ヒータンって言われてるよ。声がヒータンだったみたい。ありがとうございます。インサイドユー、ドキュメンタリーフィルムのオリジナルはリオの歌になってた。確かにヒータンっぽいわね。あ、ごめんなさいが多分ヒータンだったわ。うん、ノアピアロってピピピピピピ。よいしょ、泣きちゃうなよ。みんな一発で気づかないなんてまだまだだね。舐められてますよ皆さん。めっちゃ思っちゃった。死ぬ。まだまだ泣くこと愛せてないな。受ける。あの日以来黒沢さんに言ってパンダが気になる。いやリオ、いや全然似てないよ。バイバイ。ね、あ、15分経ったら終わるからテロップ出たら教えてください。ヒータはセクシーな服で家から配信してた。何セクシーな服って見たいんやけど。見たいんやけど。え、ランニングするときはリオツの歌聞いてるの？嬉しい。え、嬉しいんだけど。はかどる？ランニング。声だけで誰か分かるよりよ。そりゃね、そりゃね。これさ、中に入れたら噛み切ったみたいになるくない？なるかな。ちょっと待って。うわー、あ、いいんじゃない。うん、ちょっと微妙い、ちょっと微妙いけど、フードない方がいいか。どう？うん？どうどうどう。マイクロ当たってないの？
一気に髪伸びた。激チカ。ナイクルまだメール来ない？それ外れてるよ。それ残念ながら外れてるね。ギターありがとう。激チカ。リオの目。リオの目。今日は何もなかった。特別なことは何も。いつもと同じ道を通って、同じドアを開けて、昨日は少し笑った。その後で寂しくなった。君の笑顔にあといくつだろう。そんなことふと思って、誰の目にも触れない、ドキュメンタリーフィルムをなんかミラーボール、ごめん、なんか今日も一人待ち続けるそこにある光のままありがとうございます、ミラーボールありがとうございます、ミラーボールつけてくれて。リオのおめめ。最近カラオケ行ってない。行きたいけど喉も治んないし、必要最低限で歌ってるね。フルコーラス、だっていい日旅立ちなんかめっちゃ懐かしくない？雪解け間近の北の空に向かい、え？15分経った？まだリオ2分しか歌ってないよ2分しか歌ってないよ。いやそうなんよね、ショールームはさ、48グループか坂道さんの曲かしか歌えないから、普通の曲も歌いたいよね。夢見る少女。午前0時の交差点、微熱混じりの憂鬱、なんだかすれ違う恋心ロー グズね。カッコつけてるだけで
何も一人きりじゃできない、過保護すぎたような優しさは言い訳なのよ、イライラするわ反抗期だからあの曲選んだんだよね、懐かしいわ、イライラするわ。あとなんだっけ、あー花鳥風月か、夜霞立つおぼろに月ひとつ散りゆく花のようにこぼれる光を、てかさカラオケ、あ夏の終わりのハーモニー懐かしい、しおみんさんと歌ったわ、懐かしいな。てかさ8月のさリアルの時にさカラオケステージやったじゃないですか、あの時もね中森明菜さんの歌ってんやね、何だったっけ、何歌ったっけちょっと忘れちゃった。でこれ言ったっけ、なんかその日なんか時間があれば千穂さんとイエーイめっちゃホリデーを2人で歌う予定だったんですよ、そう時間があれば、でも時間がなくて案の定時間がなくて歌えなかったんですけど、そう千穂さん、リオが誘って、そう千穂さんに一緒に歌えませんかって言ったら、え歌いたい、え嬉しいって言ってくださって、そうだから千穂さんとイエーイめっちゃホリデーやる予定だった。ナンパ戦リオも好き、たかが恋なんて忘れればいい、泣きたいだけ泣いたら、あサザンウィンドだ、リュウがカラオケで歌ったやつ、ちょっとどんな曲か忘れちゃった。てかさリュウなんか歌のスイッチ入っちゃった、ごめん15分経ってるのに終わんなきゃ。誕生を読みます。13位、ゆずきしさんありがとうございます。12位、あやさんありがとうございます。11位、台湾とこさんありがとうございます。10位、カープズキシ君さんありがとうございます。9位、よしここ君さんありがとうございます。8位、マグズライダーさんありがとうございます。7位、鈴鹿さんありがとうございます。6位タリマツンさんありがとうございます。5位リオシーさんありがとうございます。4位メタボさんありがとうございます。3位シュウさんありがとうございます。2位昔から老人さんありがとうございます。そして1位はドゥル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 パン庄司ありがとう。庄司しこありがとう。待ってサザンウィンドがなんか思い出せないのがやだ。パンナマボボくるくると指で回してだ、ありがとう。白い一夜に足を組んで頬をつえつくのも気になるわ、
うわー、ありがとうございます、すっきりすっきり。それでは終わります。リオの歌どうでしたか？アカペラ。11月30日のお話会通過、嬉しい。あ、そうだ、お話会ね、あの明日の13時までだから、皆さんリアルはもうないんですけど、完売したのでありがとうございます。オンラインは11月27だっけ、あれ30だっけ、オンラインありますのでお待ちしております。お待ちしております。めっちゃ汚い、ボサボサボサミン、ボサミンです。いえ、それ何、これ、猫、猫、これ私の好きな T シャツ。何これ、 UFO に驚いてる猫。センスいいセンスでしょ、ウケる。うん、いいと思う。それでは、バイツー、バイバーイ。